はい、こんにちは。ガレージセールの店長、青山です。今日ご紹介するのはこちらのプレーントゥー。こちらはですね、1962年のハノーバーのお品となります。非常に綺麗なお品なので、見ていただければわかるかと思うんですけど、このように、実はデッドストックの一足となっていますね。で、こちらの一足、見ていただければお分かりになるかとは思うんですけれども、アメリカ海軍のサービスシューズの形をしています。ただ、実際に軍に納入されたお品ではなさそうで、そちらはなぜかというとですね、このかかとの作り、収まりですね。実際のサービスシューズであれば、古いものだとこの T 字型というんですかね、1940年代のものなどはそうなっていますし、1950年代とか60年代とかになってくると、ここの収まりがですね、このように少しちょっと尻尾のように皮がこう押さえられたものとなっています。こちらは縦に一文字にステッチがかかっているので、実際の納入品ではないかな、まあ、要は民間品とか民生品と呼ばれているものだと思いますね。ただですね、通常普通のプレーントゥーと考えていただいても非常に革質が良くて恐ろしいほど美しい一品です。紐はですね、コットンの平紐となっています。穴は6個、そしてシューホールの下にはこの二重でステッチがありますね。こちら1960年代のサービスシューズのディテールかとは思うんですけれども、通常のプレーントゥーと見ていただいても非常に綺麗なお品となっています。今からもう56年前ですかねのお品とはとても思えないようなこのサービスシューズ、ハノーバーを好きな方はぜひ実物をご覧になってみてください。それでは本日は以上になります。失礼いたします。